はい、こんばんは。こんにちはかな。いつもありがとうございます。モンペです。今日は中山競馬場のラーメンですね。こちらにスポットを当ててグルメを紹介したいと思います。はい、もう今回も競馬場グルメの企画でございます。まあ、中山競馬場といえば、昔はちりめん屋さんとかがあったんですが、もうなくなっちゃったんですよね。で、まあ、人気のあったドミソさんは今休業しています。というところで、まあ、その他のラーメン屋さんについて食べてきましたので、参考にしていただいたら嬉しいです。では、紹介したいと思います。まず、1軒目の紹介をしたいと思います。まずはですね、キングエモンさんですね。ちょっと読み方は難しいですね。なんて読むんだろうってちょっと調べたりしました。で、ここでは、2つの特徴のあるラーメンを食べることができます。1つは、のどぐろ&しじみの黄金中華そば、900円。と、次がですね、大阪ブラック。まあ、たまり醤油を使った醤油ラーメンですね。こちらの2点食べることができます。まあ、両方とも食べましたので、この後紹介したいと思います。はい、こちらが1つ目の紹介するラーメンとなります。のどぐろとしじみの黄金中華そばでございます。シナチクの代わりに、姫茸ですね。こちらが入っているものでございました。チャーシューは、まあ、競馬場だからなのか、やや薄めの、チャーシューが2枚ということですね。はい。こちらを、まあ、麺は、ちょっとまあ、ストレート的な麺ですね。はい。まあ、卵麺まではいかないんですけれども、まあ、小麦の、まあ、美味しいラーメンでしたね。うん。まあ、シナチクじゃなくて、この姫茸っていうのは、いいですね。まあ、モンベさん、姫茸大好きなので、まあ、なんか、よきよきっていう感じでしたね。うん。で、ラーメンずっと、もう、豪快にですね、すすっていって。で、まあ、チャーシューなんですが、まあ、まあ、ベーコンに近いチャーシューでしたね。うん。まあ、スープは飲みやすい、優しい味でございました。まあ、だしの効いたね、日本人なら、まあ、そうそう嫌いな人はいない、スープでしたね。ただ、900円なんですよね。まあ、競馬場で900円といえば、結構な、出費ですね。うん。まあ、そこの辺を考えると、まあ、頻繁に、こちらを食そうっていうのは、ややハードルが高いかもしれません。うん。やっぱ900円って、一勝負できる金額ですよね。まあ、人にはよりますけれども。うん。まあ、でも1回ぐらいはいいかなと思いました。では、続いて、キングエモンさんの次のラーメンを紹介したいと思います。はい、これが、大阪ブラックになります。まあ、お店と同じなので、トッピングは同じとなっております。チャーシューに、姫茸に、ネギ。ということですね。麺も同じです。で、スープが違いますね。こちらはたまり醤油を使っている関係上、黒いスープになりますね。先ほどの、のどぐろとしじみのスープは、まあ、黄金色の優しいスープでしたけれども、こちらは、醤油のね、たまり醤油の、風味がついております。人によっては少し、まあ、醤油をスープに入れた時のですね、苦味っていうのが苦手な方がいらっしゃるやもしれません。ただ、まあ、好きな人には好きですね。まあ、香りも、醤油の香りが、プラされてますので、おいおいちょっと曇ってないかい、ちょっと拭いた方がいいかもしれませんが、ちょっともうこのままいきます。おいおいカメラ曇ってるよ、レンズ曇ってる。まあモンペさんのね、風物詩でもあります。ラーメンを食べるときにカメラが曇る、もう技術のなさを露呈しています。本当に申し訳ございません。やっぱりちょっと拭きましょう。はい、綺麗になりましたね。クリアになりました。では食べていきたいと思います。チャーシューもガブリっていうことですね。で、まあチャーシューの切れっ端、こちらも口に含んで、ラーメンをずずっといきましょう。また曇ってきていますが、うまいですね。うん。で、こちらは800円です。800円でございます。のどぐろとしじみのラーメンに比べると、100円安いラーメンとなってます。まあ、少しだけ、わずかですが、お求めやすくなっております。はい。で、キングエモンさんは、この他カレーとか、確か唐揚げとか、こちらも主力の商品として売ってます。はい。そちらも、また、機会があれば、紹介したいと思います。では、次ですね。次のお店に行きたいと思います。はい。次のお店は、ラーメン屋、ラクさんでございます。で、このお店は、まあ、ラーメン屋さんなんですけれども、ちょっと販売してほしいのがあるんですけれども、いかがでしょうかっていうのがあります。ここ、中山競馬場で、今、G1 焼きとかを、売れるお店なんですよね。おそらく契約等を通して、G1 焼き売れるところなんですけれども、中山競馬場、G1 焼き売ってないんですよね。ちょっとね、まあ、せめて G1 があるときは G1 焼き売ってほしいなーなんて思いながらも、まあ、今回はラーメンの方の紹介をしたいと思います。はい、こちらがラーメン屋楽さんのラーメンになります。一番シンプルなラーメンですね。680円でございます。トッピングは大きめのチャーシュー2枚で海苔とシナチクとナルトになります。麺はやや太め、中太っていうんでしょうか。で、少し縮れている麺になります。
スープはですね、まあ、豚骨醤油なのかな、ちょっと濁ったスープとなっております。うん、もちもちして、麺は美味しかったですね。こちらもシナ地区、まあ、姫竹じゃなくてもシナ地区大好きです。で、チャーシューは、ちょっと太めになっております。先ほどの金兵衛門さんに比べるとしっかりしたチャーシューになっていると個人的には思います。うん、こちらのラーメンはトッピングを増やすことによって少しずつお値段が高くなっていくというラーメンでございます。まあ、もっともっとトッピングをつけたい、まあ、味玉とかですね、チャーシューを増やしたい、海苔を増やしたいとかっていうことになるともう少しお値段がかかってくる、ラーメンでございますが、昔あったちりめん屋さんの後に入ったラーメン屋さんだと記憶しておりますが、自分としてはちりめん屋さんよりもこちらのラーメンの方が個人的には好きです。まあ、間違ってたら申し訳ないんですけれども、確かラーメン屋さんラックさんって大井競馬場にもありましたよね。まあ、大井競馬場も早く入れるようになったらいいなとは思います。うん、で、まあ、せっかく契約してるんですから、ちょっと、未練がましく言いますが、G1 焼き売りませんかと提案したいところになります。手間がかかるんでしょうかね。まあ、1個150円とか160円とかだと採算も厳しいのかな。まあ、でも、売ってほしいなっていうような気持ちがあります。どうでしょう、スプリンターズステークスの時。いかがでしょう、無理だろうな。うん、あとですね、ちょっと余談にはなるんですけれども、ここって肉飯っていう、まあ、小さな、お茶碗に肉を乗せた、食べ物があるんですけれども、その肉飯セットというのを頼んで、隣の、牛すじを買ってきて、定食にして食べるという、裏技、まあ、裏技っていうかですね、そういったことをしている方もいます。まあ、ご飯だけ出しだけっていう方もいますけれども、ちょっと隣のパドック V さんとコラボして食べるという、のも定食になって美味しいよっていう情報もあります。今度ちょっとやってみたいかなと思います。まあまあ、ちょっと話がそれました。では最後の、ラーメンですね。ちょっと、もう皆さんお分かりだと思いますが、紹介したいと思います。はい、最後はやっぱり水晶楼さんですね。ちょっとテロップのローっていう字がこの字体だとこの旧漢字出せなかったので、ちょっと簡単なローになってます、すいません。はい、水晶楼さんを紹介したいと思います。こちらはですね、府中競馬場の水晶楼さんなくなっちゃったので、もう僕たちは中山競馬場で食べるのが一番気軽に食べれるっていう状況となってしまいました。関西にもありましたかね、関西の競馬場にもあったような記憶もありますが、今生き残ってるか分かりませんが、東京競馬場はなくなっちゃいました。はい、ではこちらですね、以前も紹介したことがあるかと思いますが、まあ、今一度食べてきましたので紹介したいと思います。はい、こちらが水晶楼さんの、ワンタンチャーシュー麺でございます。わーこちらは720円ですね。リーズナブルです。なぜリーズナブルかというと、普通のラーメンは600円なんですよね。わずか120円を足すだけでワンタンとチャーシューの増量ができるっていう素晴らしいものになっております。はい、でワンタンとチャーシューでシナチクネギが入っております。でこちらはやや甘めのストレート麺でございますね。でスープは醤油味となっております。で、ね、昔はですね、このスープ本当にこぼれるぐらい並々に注がれていた時期があったんですよね。まあ、今はちょっと普通になっておりますけれども、あの頃は本当にね、持って歩くのが大変だったっていう記憶があります。味はね、もううまいです。はい、まあ優しい醤油味で、チャーシューも4枚でワンタンも入ってますっていうことで、麺とチャーシューを一緒に食べてもよし、ワンタンだけ食べてもよし、ワンタンと麺一緒に食べてもよし、シナチクと麺一緒に食べてもよしでございます。優しいお味でございます。長年にわたって競馬場で僕たちの胃袋を支えていただいている、まあ支えてくれている醤油ラーメンです。いやー、うまいですね。コロナ禍ではなければワンタンだけで食べることもできたと思います。あれは550円だったかな。ワンタンだけが好きっていう場合、こちらは今は食べれないんですよね。今はちょっともうメニューを絞って販売しているので難しいんですが、またいろんな選択肢が来る日を待ち望んでおります。ね、このシューマイうまいんですけど、このシューマイも今販売を停止しています。ちょっといろいろ残念ではありますが、これ720円というラーメンですね。まあ、迷ったらここで良いのではないかと思います。ただお昼時結構な行列になりますので、ちょっと次のレースに余裕がある方は列に並んでみていただいてもいいのかなと思います。はい、以上で4つのラーメンの紹介をさせていただきました。今中山競馬場で食べられるラーメンは網羅しているのではないかと思っております。ただちょっと調査できていないレストランがあって、レストランの中にもしかしたらラーメンがあるやもしれませんけれども、一応主な4つのラーメンっていうのはこれで紹介できていると思います。もし皆さんがラーメンを選ぶ参考になれば幸いです。ではもしよろしければチャンネル登録とかいいねとかよろしくお願いいたします。またよろしくお願いいたします。またね。富士がないのは本当に残念だよね。では、またね。